冷やし中華をごくごく。JR 三鷹駅の前の通りを歩いていたら、世界初スープのある冷やし中華誕生という文字が目に飛び込んできた。ラーメンのチェーン店 K の店頭のポスターにそう書いてある。何しろ世界初、そして超サプライズな今年の夏の新定番、誰も味わったことのない初めての冷やし体験、どうぞお楽しみくださいと続く。実物写真も出ていて、見ると冷やし中華が皿ではなく丼に入っている。確かにこれは世界初。そして冷やし中華の麺と具がスープに水没している。これまた世界初。冷やし中華のスープはこれまでずっとそこの皿の底の方にちょっぴりだった。スープのあるというのはスープがたっぷりあるということらしい。これまで冷やし中華のスープは日陰の実であった。名称さえいい加減につけられていた。冷やし中華のタレと言われたり、つゆと言われたり、汁という人もいた。それなのにこの店ははっきりスープと言い切っている。地位保全というか、やっと身分が保証されたのである。冷やし中華のスープはこうした曖昧な位置にあったせいか、これまで様々な論争の種になっていた。タレだから飲むものではない、いや飲んでいいタレだから始まって、最後に皿に残っているのを人が見ていないのを確認してからちょこっと飲むならいいなどの論議が重ねられてきた。僕の場合ですか？僕はごくごく飲みたい派です。ごくごくですよ。この連載シリーズの何回目かは覚えてないが、つゆだぼの冷やし中華というタイトルでそのことが書いてある。ラーメン屋で冷やし中華を食べていて、もしこのつゆがたっぷりあったらということをふと考えたという書き出しで始まって、冷やし中華は食べ終わった後ごく少量のつゆが皿の中に残る。これちょっとすすってみたいなと思った人は多いはずだ。だけどこのつゆ飲んでもいいのかなと思った人も多いはずだ。冷やし中華のつゆは飲んでもいいのかいけないのか、飲んだら下品なのか、かえって上品な人という評価を受けるのか。ごくごく派の人はポスターを見るなり店に入っていった。直ちに注文。やってきたその冷やし中華の全容を見るなり、涙腺が緩んでくるのを抑えようがなかった。レンゲが添えられていたのである。飲みなさい哲也、ごくごく飲みなさいという店側のメッセージ。迷える子羊に与えられた銀のさじ。白昼堂々、今冷やし中華のスープをごくごく飲めるのだ。作り手だってこれまで悩んでいたに違いない。皿の上にまず麺と具を盛り、その上からスープをかけながら、自分は今スープを注ごうとしているのか、浴びせようとしているのか、浸そうとしているのか、そのうちのどの行為をしようとしているのかと自問し、悩み抜いていたに違いないのだ。今こそ白昼堂々、自信を持って麺と具をスープで水没させるのだ。丼もレンゲもキリリと冷えている。銀のさじでスープをすくって一口。あれ？これはまたどうも、これは冷やし中華のスープであるとはっきりすっきり断言するには、いささか物足りないような気がしないでもないような気がする。酢の味があまりしない。なんとなく和風で塩気も薄い。今度はスープにからしと紅生姜を混ぜて麺と一緒にすすり込んでみる。あれ？これまたどういうわけか、いつもの冷やし中華のスープの味にぐっと近づいてきた。からしと紅生姜の効果だろうか。別のパンフレットを見る。肝となるスープには幾多の試作の結果牛ベースに決定。ほのかな甘みのある優しい味わい。お好みでお酢をかけてさっぱりとどうぞ。そうか、お酢を足すのか。お酢は自分でということだったのか。お酢をちょっぴり入れてみる。あれ？これはまたどうも、
はっきり冷やし中華のスープに近づいている。酢をもっと足す。うん、ますます冷やし中華のスープに近づいている。レンゲを使わずにごくごく飲んでみる。お、ごくごくおいしい。ごくごく、お、ごくごく、お、ごくごく、なんだか夢のようだ。お、ごくごく、白昼堂々、今こうしてこのように冷やし中華のスープをごくごく飲んでいるのだ。ごくごく、今年冷やし中華のスープごくごく元年。